ご視聴ありがとうございます。ケースペックの谷口です。今回は SUV パーツブランドグランジオの JB64 ジムニーのオーバーフェンダーをご紹介します。グランジオのオーバーフェンダーは実らが片側約10ミリの ABS 製になります。裏面は両面テープが施工されています。表面にはダミーボルトを取り入れました。ボルトを別体式にすることによりよりリアルさを再現しています。ラインナップはシボガラブラックと純正色塗装済みと未塗装の3タイプになります。それではグランジオオーバーフェンダーの取り付けをしていきます。取り付けに必要な工具をご紹介します。タッピングビストを打つプラスドライバーで、ダミーボルトナットを固定するのに必要な8ミリのラチェット、両面テープとボディ等を脱脂するリムーバーになります。それではダミーボルトナットを固定していきます。商品はこのように穴が開いていますのでダミーボルトを取り付けていきます。まずボルトを刺します。で、ナットを止めていきます。ある程度手締めで締め切った状態まで来たらラチェットで8ミリのラチェットですね、こちらでこのように止めていきます。こうすることによりよりリアルさが再現されます。全部付け終わるとこのような感じになります。それでは取り付けをしていきましょう。はい、施工前にですね、両面テープの端をこのように折っていきます。反対側も同じようにしていきます。貼り付け面に汚れがないかを確認し、脱脂剤で油分を取ってください。貼り付け前にですね、ドライヤー等で温めるとより粘着が増します。では貼っていきましょう。位置はまず位置合わせなんですけども、フェンダーの付け根ですね、こちらを合わせていきます。反対側も同じように合わせていきます。で、位置が合いましたら、先ほど折り曲げた保護テープをめくっていきます。で、反対側も同じようにめくっていきます。保護テープが剥がし終わりましたら、アイ面を押さえていきます。はい、このように簡単にドレスアップができました。ちなみにグランジオオーバーフェンダーにはダミーボルトとは別により確実に固定するためのタッピングビス、ダミーボルトではなく直付けできるボルトが付属しています。いかがだったでしょうか。グランジオ JB64 ジムニー用オーバーフェンダー、ワイルドに見せたい方にはシボガラブラックを、おしゃれに見せたい方には純正色を、 JB64 ジムニーお乗りの方おすすめです。ケースペック。